やばー、この中煙とかめっちゃ溜まってる。インディアンドッグ対決YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。で、本日一緒にいるのが、ほい、 YouTube の皆さん、こんにちは。キャンプタカニーでございます。はい、ということで、本日はですね、キャンプタカニーと、まあ他のメンバーもいっぱいいるんですけど、一緒に、キャンプに、まあデイキャンにですね、来てまして、今までも散々ピザ作ったりバーベキューやったりしたんですけど、最後の締めにインディアンドッグというものをね、作ろうかという話になってましてですね。インディアンドッグ、インディアンドッグが何かを知らない人のためにちょっと説明しますと、インディアンドッグ、つまりはホットドッグをですね、アルミホイルで包んで、その上から牛乳パックを乗せる、かぶせる、そしてその牛乳パックに火つけるだけでホットドッグがですね、美味しく出来上がるという。そうなんですよ、まあ、ちょっとにわかに信じられない。要はホットドッグ、要はというか、ごめん、ちょっと繰り返しだけど、ホットドッグをアルミホイルに包んで、はい、牛乳パックにぶっ込んで、はい、火をつけ、まあライターかなんかで火つければホットドッグができますよっていうことなんですね。そういうことですなんですって。これちょっとやってみたいなと。そうですね、まあ目指すはやっぱホットドッグというか、はい、まあインディアンドッグ日本代表なんで、はい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 、ちょっとその代表候補の僕らとしてはやらなきゃいけないなっていうね、はい、感じで、まあ本日も大滝キャンプ場さんにね、来てまして、ここは直火も OK ということで、直火 OK なんで、はい、はい、もうガンガン牛乳パック燃やして、そうですね、もう作っていこうかなと。今日7人来たんで、みんなで7リッターの牛乳飲んできましたんで。はい、ということで、じゃあ早速クッキングスタートね、もう手のひらサイズですけど、ちょっとね、ソーセージがでかすぎましたが、でか。本当にこうパンに挟むだけでいいんだよね。パンに挟むだけで、もう普通のホットドッグ作るような感覚で。1個ね、ちょっとマシュマロにしました。やべ、もう準備の動画も終わるという。で、これを巻くんでしょ。そうなんです、ここにアルミホイルがあるんで、これにちょっと巻いていただいて。はい、こんな感じでね、もう結構適当でいいんだよ。あーっと、アルミホイル逆じゃね。逆です。これよいしょ。本当にこの牛乳パックに、今これ包んだホットドッグですけど、開けて突っ込むだけということで、できました。もう本当に結局これ1個2個入ったんで、こっちを2つにして、ちょっと味の違いとか焦げ具合とかも見たいなと思って、あとは1個ずつになってます。で、直火でこれをもう直接火でブワーッと燃え、これをブワーッと燃やしてホットドッグができるということなんで、ちょっとね、試しにやってみたいと思います。おい、ナイス。ここに一瞬いらない？ちょっと風をこう、okay、 取り入れる感じで。ということで、はい、やばーい。じゃあキャンプといえばかまどでしょう。ということで、ちょっとじゃあこれを燃やす。そうですね、火入れをしていきましょうかね。何でいく？ライター？ライターで、もうここはもう簡単な、誰でも持ってるようなライターを。なんかソーセージだけ奮発頑張ってして1本100円ぐらいして高いやつ買ったんだけどいけるか。よし、行こう。行きましょう。じゃあ火入れしていきます。ファイヤー。こんな感じでね、上から徐々に燃やすような、もうそれだけで美味しいホットドッグがね、出来上がっちゃうんですよね。皆さん、牛乳パックをよく乾燥させないといけないんですよ。じゃないとちょっと燃えが悪いと。やばー、この中煙とかめっちゃ溜まってる。結構綺麗に燃えてるでしょ。やばー。
ということで焼き上がったんですけど、本当にこれでねできてるのかちょっとわからんので行ってみたいと思います。いいですか？どうぞ。行きます。熱いんで気をつけてください。オープン、インディアンドッグオープン。いい。おお、あ、良さげじゃない？バッチリじゃないですか。良さげじゃない。裏はちょい焦げ？ほら、あ、ちょうどいい。すごっ。他のもちょっと、おお、見てみましょう。結構熱い。あ、これはむしろね、ちょっと焦げてるぐらいな。 いや、ちょうどいい。でも、まあ、やばい。ちょうどいいんじゃないですか。チーズ入れればよかった。あ、素晴らしい。あ、いいっすね。あ、いい、素敵。じゃあ、いただきます。すごっ、ちゃんと焼けてるわ。うまい。うまっ。ちゃんと中まで火も通ってるし、ソーセージの中まで火が通ってるんで普通にうまい。シンプルに食べれるけど、これは絶対盛り上がるっすね。ありがとうございます。